CPA で公認会計試験合格を2年間で目指す場合、河野さんはどのような戦略を取りますか、えーまあ、公認会計試験はですね、基本的にめちゃくちゃ難しい資格で、あのー、だいたい2、3年は勉強時間かかるっていう、まあ、資格なんですよね。で、僕はそれにまあ合格して、今 CPA という予備校で特別講師をさせていただいています。その CPA、ねえー、に入ったということで、 まあ、あの結論から言うと早く授業を消化しましまょう、うん、ちゃんと授業を消化することが大事で映像授業って一番やっぱ効率いいんですよね勉強 <laughs> の中でその自分が分かるところはもう2倍速でどんどん見ていって分からないところは何なら繰り返し見れるとかそういうあのしかも、ね、自分でどんどん,どんどん進めていけるわけじゃないですかだから映像授業っていうのは最強なんですけどあの よくあることとしてこうまあ映像授業の量に圧倒されて手がつけられなくなっちゃうみたいな何もできないみたいなこともあったりするのでまあそういうねもうそこだけなんですよ弱点はだからこそしっかりと映像授業あの消化しきりましょう もうこれに尽きますね。なるべく早くちゃんと消化しきって、で、映像授業消化さえしちゃえば、もう全体像見えてくるから、あとは自分で独学でひたすらその教科書を繰り返すだけなんですよ。あと映像授業を見切ったぞって言ったら、基本の道半ばというか、割ともう、あのー、ゴールは見えてきているはずなので、そのそこから心折れてやめるみたいな可能性ってかなり低くなると思うんですよね。だから僕の戦略は、 もうできる限り早く映像授業を見終えるっていうことに全力を注ぐですね。はい。これが一番僕はいいと思います。あのー、もちろん見るっていうのはただぼーっと見るだけじゃなくて、その都度その都度理解をしていくっていうことを前提に、一旦のゴールは映像授業を一通り見切って、一回はまあ全単元、あ、理解したことあるなっていう状態を目指す。もうこれで決まりです。 これで決まり間違いなく。